ちそうさま。もっと食べて。お見舞いでいただいても私は食べられないから。早く治して正君と学校へ行きたいわ。早く良くなるよな。クラスのみんなも心配してたぜ。でもこのままだと治らないかもしれない。腎臓移植を希望してるの。それが一番いいんだって。それで提供者を待ってるのよ。僕のをあげられたらよかったのにな。ありがとう。でもずっと私のお友達でいてくれたらそれで十分。じゃあユキ、僕そろそろ失礼するよ。え、もう帰るの？ちょっと用があるんだ。また来るよ。リンゴごちそうさま。ええ。正しくんって近頃なんとなくそらそらしい感じがするな。誰？綺麗な人。はい。三尾由紀子さんね。はじめまして、私水谷玲子と言います。今日はあなたにお話があって来たのよ。何でしょうか？結論から言うわ、由紀子さん。北山正史君ともう会わないでよね。え？なんですって？彼に近寄らないでほしいの。いきなりやってきて勝手なこと言って、一体どういうつもりなの？非常識な人。非常識なのはどちらかしら。あなたご自分の顔を鏡で見たことないの？その程度の顔で北山君のガールフレンドしようって方がよっぽど非常識じゃないかしら。帰って！ねえ、いいこと。北山くんはね、あなたのためにほとほと迷惑してるのよ。早く別れたいって言ってたわ。だけどあなたがしつこいんで仕方なく付き合ってるって。あんな女早く死ねばいいって言ってたわ。嘘だわ。本当よ。彼って案外裏があるのよ。メガネ越しに見える優しい目はまやかしよ。聞かされるのはあなたの悪口。でもそんな彼が私はたまらなく好き。愛してるの、お互いに。帰れ！今私に物を投げたわね、この私に。ミオさん、どうかしました？看護師さん、お願い、この人追い出して。 あなた何しに来たの？この患者さんは絶対安静なんです。出て行ってください。さあ早く。じゃあね、ユキコさん、約束よ。高木ってあの元教師か？そうです。今朝未明に塀を乗り越えたようです。たちの悪い患者が逃げ出したものだ。まだ見つからんのか？ええ。隣町で2年前起きた女子高生バラバラ事件の被害者の担任。犯人はまだ捕まってないようだが、俺は高木が犯人じゃないかと思ってるんだ。ここに来た理由が、その被害者富江の幽霊に会ったからとかで。幽霊か。犯人ゆえに見た幻影といったところか？いや、たくさんの目撃情報があるんですよ、実は。白昼の幽霊か。ところがね、高木に言わせると幽霊じゃないと。富江はもともと普通の人間ではないと言うんです。どうしたんだユキ、気分が悪いのか？ユキったらこっちを向けよ。水谷玲子さんって人ね、ここへ来たのよ。好きなんでしょ？いいのよ、もう来なくて。さよなら。どうしたの北山くん、さっきから黙っちゃって。玲子、お前ユキのところへ行ったんだって？ええ、行ったわよ。とってもいい人ね。すっかり話が弾んじゃった。彼女の愉快な身の上話を聞いたわ。ねえねえ、彼女ってすごいのよ。
彼女、病院の先生とできちゃったんだって。玲子、その先生の話する時の彼女の目ったら生き生きしちゃって、幸せいっぱいって感じ。玲子、なんでそんな嘘をつく。お前の話は嘘ばかりだな。ユキがそんな人間じゃないってことくらい分かってるんだ。何よ、私が嘘つきだとでも言うの。もういいわ、バイバイ。玲子。玲子、誰のこと。私そんな名前じゃないわよ。名前も嘘か。僕はとんでもない女を好きになってしまったのではないか。思えば初めて出会って以来、回を重ねるたびに心の中で何か異常な衝動がどんどん大きくなっていく。そしてその衝動は2年前に起きた事件についての記事を思い起こすたびに恐ろしいまでに具象化してしまう。あの女にそっくりなのだ。ほくろの位置まで。いい機会だ。もう会うのはよそう。北山君。お前びっくりした。さっきのは冗談よ。ちょっと困らせようと思っただけ。私が欲しいのは北山君だけ。愛してる。ねえ北山君、何か話してよ。黙ってないで。北山君。ダメだ、もう死んでる。犯人は捕まったのですか、刑事さん。ええ、現行犯逮捕です。今署の方で調べてます。理由もないのにやったのか。ただ殺したかったんです。彼女を見ているとなぜか殺してバラバラにしたくて。こんな気持ちになるのは僕だけでしょうか。先生、被害者の父親だという方がいらっしゃいました。どうぞ。娘さんですか。間違いありません。あなたのお名前は。高木と申します。お父さん、私はここの院長ですが、実は。どうぞどうぞ、ぜひ娘の腎臓を使ってやってください。娘も喜ぶでしょう。具合はどうですか。順調です。でも幸運でしたね、提供者が現れて。提供してくれた人を教えてください。お礼がしたいの。教えられない規則なんです、ごめんなさい。そうですか。ミオさん、また全然食べてないじゃないですか。ダメですよ、食べなきゃ。だってお腹が減ってないんだもの。そんなはずないでしょう。だって本当なんですもの。ほら見て。本当？どうしたのかしら。痛い、痛いよ。ミオさん。私は本当は富江っていうの。